どうも、ビデオゲーマーです。こういうキャリアケルン編続きやっていきましょう。今回は12月の試合もね、取り終わりましたので、次が1月ですね。冬の移籍期間なので、補強の方をね、していこうかなと思うんですけど、まあでも今回は、補強というよりは、まあどこのポジションをね補強していこうかなっていう話なんですけど、まずね、ずっと試合やってて思ったのは、まあ失点が多いなっていうところですね。なのでセンターバックのとこは1枚欲しいなと。で、あと、センターハーフのとこですね。ハベラーっていう選手とレイベンっていう選手がちょっと期待外れだったので、その2枚と、まあトレード含めて、ハベラーですね。ハベラーはね、フィジカルがちょっと弱すぎてね、寄せられたらすぐにボールを失ってしまうので、そこがちょっと使いづらいので、まあちょっとトレード要因として使っていいのかなって感じですね、今のところね。で、レイベンに関しては、ちょっとスピード不足がね、すごいというか、スピードが足らないので、ちょっとうちのサッカーに合わないですね。ちょっと期待してたんですけど、なので、まあこの2枚はね、ちょっとトレード要因として、ちょっと考えようかなと思ってます。まあ、この2枚がね、ちょっと期待外れなとこもあったので、その代わりにね、出てた大島選手だったりとか、ドリブルだったりとかが、まあ、計算がね、立つような動きをしてくれているので、そこに関してはまあまあ大丈夫かなと、いなくなってもね。で、次、まあ、サイドなんですけど、まあ、ちょっと右が足らないので、右1枚欲しいかなと、思いますね。で、あとはまあ、センターバックですね。まあ、失点の多さが多いので、1枚角となる選手が欲しいですね。まあお金が14億しかないので、そんなにね、いい選手取れないので、まあそこはちょっとね、考えながら取っていきたいんですけど。で、まあそこでね、重要になるのがホルンですね。まあホルンを、売るか売らないかですね、移籍のオファーが来た時に。で、まあブレドローが、僕の感覚的にはね、ホルンよりもすごくいいので、ブレドローをずっと使ってるんですけど、まあこれに関してはね、いいのかなと思います。打ってもね。まあちょっと、ブレドローが止めれる、まあシュートを、ホルンはあっさりと、失点してしまうので、取れなくてね。まあそこの違いがすごく大きいのでね。今、ほとんど試合出てないのでね。ウニオンベ、どこで出たかな。なんか多分12月の試合、1試合は出たと思うけど、それ以外はもう今、ブレドローがずっと出てるので、なのでね。まあ、ちょっとホルンは、まあ、生え抜きなんですけどね。まあ、ちょっと、今回はちょっと売るかもしれないですね。で、あとは、前線はまあ、パロスキーが、結構ハマっているので、で、まあ、バルドシュミットもね、前回ゴール決めまして、まあ、ちょっと、復調してきたかなって感じなのでね。まあ、そこに関しては、まあ、ヌメチャ、アルプが、もうちょっと成長してくれたら大丈夫かなと思いますか、ね、思うので。まあ、そこに関しては補強の方は、まあ、そこまで重要じゃないかなと思います。来シーズンの方がいいのかなっていうね、感じですね。はい。まあ、その、サイドと、あとセンターバックと、まあ、ゴールキーパーホルンが抜けた時の、1枚と、って感じかな。まあ、センターハーフもあれだったら取った方がいいかなと思いますけど、2枚減るのはさすがにあれかなと。まあでもどうだろう、アンカータイプは4人いるからね、そこまでしなくてもいいのかなって感じですね。はい。で、まあそうですね、まあどんな選手を取るかっていうことなんですけど、まあまずゴールキーパーは、ブレドローの控えポークイー選手を取るか、まあよく似た能力の選手を取るかですね。で、センターバックに関しては、守備意識は高くて、視野が広くて、まあパスがそれなりに、うまい選手ですね。を狙っていこうかなと思います。で、サイドの選手に関しては、まあクロス。と、あと、まあスタミナですね。そこですね。を中心に。で、まあ、もし取るならセンターハーフのとこですね。センターハーフのとこは、パスと視野ですね。の2点ですね。を重要視して補
標していこうかなと思うんですけど、でまだ、絞り切ってもないしあれなんですけどね、今の候補たちですね、まあこんな感じのメンバーですね。まあちょっと加入したてとかレンタルとかで取れない選手もいるので、まあそういう選手たちはね、のけてなんですけど、まあ来シーズンの補強も兼ねてのねメンバーなので、今調べてリストに入っている選手たちはね、なのでまあこれから、まあ調べてね取れそうな選手を取ろうかなと思います。でもしまあ固有で、まあ固有縛りキャリアやってるので、うん、まあ14億ね、まあプラストレードだったりホルンが売れた時の、金額だったりもあるんですけど、まあなんかこの選手いいですよっていうのがあったらね、コメントください。でまあケルンっぽいなっていうね感じの選手でも全然いいので、まあ資格クラブ、昇格か、昇格クラブのね、まあ合いそうなね感じのね能力というか、そういう選手でもいいので教えてくれたらね、ちょっと候補として、ちょっと期間がどんな感じか分かんないですけど、調べてね取れそうだったら取りたいと思います。イビとかちょっと欲しいんですけどね、うん、ケルンっぽい感じの選手も、欲しいなと思ったりとかしているので、まあできる限り、まあなんだろう、マイナー寄りの選手をね選んでるつもりです。まあコクランとかあれですけど、こう見たらマイナーやな。まあ、シャヒンとかはね、あれなんですけどね。シャヒンとかちょっととっても面白いかなと思ってるんですけどね。ベテランがいないので、うちのチーム。なので、まあ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 、そうですね。本当、まあ、どんな選手を取るかにもよるんですけど、本当、お金がないのでね。まあいろいろと苦労しながら取りたいなと思うんですけどね。まあそれも、醍醐味ですし。で、来シーズンの補強、契約切れの選手を何人か取れたら取ろうかなと思っているので、まあそこもね、お楽しみにしていただければありがたいかなと思います。まあそれは、来シーズンのことなので、動画になるかどうかわからないですけど、補強の、シーンですね。補強の契約のところはね、まあ、新しく1月に加入する選手にだけになるかなって感じですけどね。まあなんせ、PS4 がうなるので。そのあたりも考えながら取っていかないとダメなんでね。うん。てな感じですね。はい。まあ、今のメンバー以外にも、いたらね、よかったら、コメントください。はい。またよかったらね。まあ、次回ぐらいに、補強、一人ぐらいはね、補強できたらいいかなと思うので、一人二人ぐらいはね。はい。じゃあ、今回はね、これぐらいで終わりたいと思います。では、また次回です。じゃあね。バイバイ。